どうも、亀ちゃん大好きセンターテイルです。現在ですね、時刻は深夜1時18分と真夜中となっています。僕は普段仕事が夜勤なことがほとんどでして、今日はお休みだったんですね。こういうお休みの時は夜勤終わって少しだけ寝てから夜またがっつり寝るみたいな普通の夜寝る生活に戻すことがまあほとんどなんですよ。なんですが、ちょっと日中寝すぎちゃいまして夜寝れなくなっちゃいましたね。はい。ということで、せっかくなので深夜に亀たちがどうしているか見ていきたいと思います。で、真夜中の真っ暗の中でどうやって撮影するかなんですが、このライトを使っていこうと思います。これはジェックスのヒートグローナノっていう赤外線の保温ランプになります。この赤い光っていうのが生体には見えにくいらしくて、夜でも使える保温ランプとして使われているものになりますね。実際これはうちのカナヘビ水槽につけているものでして、夜の保温のために使っているものになります。このライトならカメたちにも刺激を与えず様子が見れると思うので、早速ですが見ていきましょうか。はい、こちらはクリールハコイゴクビガメのチャイの水槽になります。チャイはというと爆睡ですね。これ動画なんですが、マジでピクリとも動かないで寝ております。なんかこれを見ると本当に生きてますってなっちゃうんですがまあ寝てますね。このチャイはね、よく寝ますね。今日も昼間は陸地で 2,3 時間寝てたと思うんですが、まあ夜もがっつり寝ていると、もしかしたら1日の半分近くを寝てるんじゃないかと思うくらい、まあ寝んねが好きなカメちゃんですね。日中は陸地で顔をしまって寝てるんですが、夜は割と無防備に水中でだらっと寝てるみたいです。いやー、すごいね夜の姿ってあんまり見てこなかったんですが、まあちゃんと寝てますね。続いてこちらはクサガメとイシガメの水槽になります。で、驚いたんですが、クサガメのリンリンは陸地で寝てたみたいです。今ちょっと僕の気配に気づいて起きちゃったみたいなんですが、いや、あなた寝るとき陸地で寝てたのねって結構衝撃でした。なんかすごいこっちを見てはいるんですが、多分ちゃんと僕が見えてるって感じじゃなくて、気配だけ感じてる感じだと思います。日中はバスキングしてるところに僕が近づくと、リンリンはまあ急いで逃げちゃうんで、今逃げてないってことは多分なんかいるのかなぐらいな感じになってるか、まあもしくは寝ぼけてるかだと思います。リンリンはこの水槽の中では一番陸に上がらない子で、普段はシェルターの中にいる時間が長いです。なんですが、まさか夜に陸にいるとは、いやー、ほんと知らなかったし驚きました。最初に温度も映ってたかと思うんですが、この部屋の気温は22度くらいです。まあ寒いってほどではないんですが、日中に比べるとまあ少し肌寒そうですよね。リンリンが陸で寝てるってなると、まあ今使ってる赤外線ライトみたいなやつをこの水槽にも設置した方がいいのかなって思いますよね。まあそこまでする必要があるのかっていうと、体調も問題ないし過保護かなとも思うんですが、ちょっと考えたいと思います。寝ちゃいましたね。こちらは日本イシガメのアワビなんですが、起こしちゃったみたいです。いや、ごめんね。まだ寝ぼけてるみたいで動きは鈍いんですが、僕の気配で起きちゃったみたいですね。日本イシガメは慣れやすいというか、懐きやすいというか、人懐っこいって言われることが多いかと思います。うちのアワビもまあ懐っこくてですね、普段から寄ってきてくれるんですが、夜でも気づいて寄ってきちゃったみたいですね。で、みるみるがいないなと思ってたら、こんなところにいました。
ここはちょっと分かりにくいかもなんですが、ポンプの上ですね。隣にポンプにつながったホースがあるんですが、そのホースと水槽の壁との間に挟まって爆睡してますね。もうなんか起きる気配もなさそうです。実は最近ここはみるみるのお気に入りスポットになってるんですが、寝る時もここにいるとは思わなかったですね。前までは陸地のところにいることが多かった印象なんですが、なんですかね、半身浴が好きなのかな。しかしまあよく寝てますね。はい、こちらはマレーハコガメのカブチャの水槽です。起こしちゃいましたねごめん。この子も陸で寝てますね。日中はシェルターの中にいることが多くて、実はあんまり陸にいることってないんですよ。レンガを置いてる浅瀬になってるところにいることも多くて、陸っていうよりは浅い水のところが好きなんだなぁと思ってました。なんですが夜は陸で寝てるみたいです。この子も逃げないので多分こっちをちゃんとは見えてないと思うんですが、気配は感じてるようです。なんだろう、性格が臆病な子は夜は陸で寝るみたいなのがあるのかな。この子とリンリンは似た性格で、まあビビリなんですが、夜は陸で寝るのと気配で起きるってところは共通してますよね。不思議です。はい、アルビノミドリガメのホタテなんですが、普通に起きてますね。この子はあんまり夜寝てない感じがするんですよね。いいのか悪いのか、アルビノなのか何か関係あるのか分かりませんが、あんまり夜寝てない気がします。その分日中はめっちゃ寝てます。朝ごはん食べた後はだいたいバスキングしてるんですが、バスキングしながらがっつりお昼寝するんですよ。日によっては8時間びっちりバスキングしてることも多くて、ちょっと干からびすぎてないって思うこともあるんですが、まあバスキングしながら寝ちゃってるんですよね。その分なのか夜は割と起きてることが多い感じです。毎度見てるわけではないんですが、寝る前とかにちらっと見るとみんな寝始めててもホタテは起きてることが多いです。はい、こちらはミシンギの小ギオです。もうちょっとね、撮影始めてから10分くらい経ってきちゃったんで、みんな起き始めちゃってますね申し訳ない。普段僕を見ると全力餌くれダンスをし始めるんで、それをしてないところを見ると僕が近づいてるっていうのはあんまり気づいてないっぽいですかね。起きちゃってるんで、まあ、特に話すこともないんですがはい、まあ大きくなりましたよね。飼育始めて5ヶ月だったんですが、お迎え動画のサムネが、これでしたね。もう本当に親指サイズで、流木の下に平気で入り込んでたんですが、今は入れなくなりました。餌の要求も半端なくって、もうすごいですね、成長が。うちの嫁さんもこの小ギオが可愛くてすごい気に入ってるみたいで、西にもう一匹飼わないのって言ってきました。なんか珍しいことを言うなぁとも思ったんですがまあ気持ちはわかりますね、可愛いから。はいもう夜とか関係なく普通に小ギオについて話しちゃいましたね。はい、ジーベン水槽です。クラちゃんもさっきまで寝てたんですよ、ごめんね。普段は水槽の底で丸くなって寝てるんですが、起こしちゃいました。起きちゃったんで、まあ話すこともないですね最近また脱皮してて、水替えの時に網で皮をすくうんですが、まあ皮だらけっすね。皮がフィルターに詰まるとろ過が効きにくくなっちゃうんで、結構くせ者なんですが、まあ加温飼育してると脱皮は頻繁に来ちゃうんで、まあしょうがないっすね。
水替え頑張るしかないかと思ってます。ほい、キスイガメのシェリルの水槽です。このいつでも腹ペコシェリルなんですが、うんち食べてますねいや本当にね、やめてほしいんですが、もう本当ご飯をあげてもあげても足りないみたいで、夜ご飯だけじゃ足りないみたいで、うんち食べちゃってます。もうほんと可愛いのにな、うんちゃん食べちゃうのよね。はい、ということで今回は深夜のカメたちの様子を見ていきました。普段とはまた違った様子のカメもいまして、こうしてたまに夜の様子を見てみるのもいいかなと思いました。特に陸地で寝ちゃう組もいたので、まあ今のところ大丈夫ではあるんですが、風とかには気をつけたいですね。ということで、このチャンネルではカメの飼育についていろいろやってます。カメ飼育に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。先日から自作のろ過装も販売しています。今日も日中は頑張って作ったり発送したりしてたんですが、あっという間に売り切れちゃって在庫がない状況です。在庫ができたらまたメルカリで出品しますので、概要欄のリンクから販売ページをチェックしてみてください。それではここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんも良いカメライフを。それではおやすみなさいボソボソで大丈夫かな、撮れてるかな